どうもこんにちは、トーマスくんです。本日は、ファスモフォビアやっていきます。メンバーは、カエルラーバーケンです。よろしくお願いします。お願いします。で、アップデートが入って、アイテムが、ティア1からティア3までいっぱい追加されてて、まだレベルリセット後なので、まあ、本当に初期のアイテムしかないので、一旦じゃあ、アマチュアやりますか。さっきちょろっとやったけど、嫌な雰囲気がしてる。昔使ってたアイテムがティア2とかになってるから、大幅にナーフされたアイテムたちで、なんならアマチュアいけるかどうかそれ怪しい。確かに。では、準備完了してください。はい、こんにちは。うん、行きますか。クソ安い懐中電灯だけ2つ追加した。ああ、じゃあ持ってこう。まあ、どのアイテムはどういう能力なのかはもう皆さんに説明してあるので、皆さんが見ている人向けに説明してください。ビデオカメラでーす。終わってる。この、見てると目が悪くなるような光の集合体が、ドッツプロジェクターって呼ばれるもんですね。何の音それ。あ、呪いのカメラ、呪いの鏡だーい。わかんない。うるさい。めっちゃうるさい。呪いの鏡見ちゃうか。あり。誰が毒になるがやつ見れるか。それ割るまで見れない。ここっぽいな。なんか見えたな。時計みたいなの見えたな。確かに。扉2つ見えて。これが見えたから多分ここ。本当だ、7度。呪いの鏡は覗くと、ゴーストがいる場所が映し出されるので、まあ産地はクソ減るけど。キャロルエレメント、アピールしてください。あ、なんか、いや、多分これある、あるのかな。キャロルエレメント、アピールしてください。誰が今ロッカー開けた？誰がロッカー開けた？誰かロッカー開けました？じゃあ指紋あるかもしれないで UIV 持ってる人います？ロッカーだそうですよ。これロッカーじゃない？ありました？いや、ないっす。物めっちゃ落としてるかも、ここ。EMF ある人。赤く光ったら EMF には置いてるよ。わかん、そうなんじゃない？ 5！ EMF5 5です。了解。これさ、喋ったら赤く光るんだけどさ。で、ゴーストライティング、証拠の一つであるゴーストライティング、幽霊がこれに書いてくれたりするんだけど、まあ、ちょっとチャッチーの音と鉛筆に変わってティア1らしくなってます。ティアが上がると豪華になるらしいので、で、F を押した時の、この、設置するモーションになった時に周りに円が映るんですけど、これが幽霊の反応する範囲です。何歳ですか？あるじゃん。うん。右下にゴーストマークある。あれ、これ光ってない？めっちゃ光ってるんだけど、これ光ってる判定。光ってる判定だと思う。ああ、喋った。あ、今、返事返ってきたな。うん。How do you think? I'm fine. How are you?ビデオカメラある人ある。あれだね、反応あるね、ゴースト。あれ雷獣かバキギツネってこと？バキギツネだったら指紋残さない？まあ、確かにバキギツネって指紋必ずあるはずだよ。じゃあ雷獣てかスピボン EF5 だからスピリットレイスツインズじゃないの？何を見てるの？あ、ごめん、ゴーストオブにつけてたわ。レイスは確か塩踏まねえやつだよな。壁など投下する。ツインズはめんどくさいんだよな。温度計は2体のうちどちらかのゴーストを挑発することってハントを誘発させることが可能。どうやって挑発するんだ？スピリット確かなんもないはず。スピリットだった場合めんどくせえ。これで見れるのかな？今までだったらドッツを置いてカメラで見て幽霊が走ってるのが見えたりする形だったと思うんだけど、どうなんでしょうね。わからん、マジでわからん。ただレベルが上がるとより上位のアイテムが購入可能になって、昔のねアイテムより上位のアイテムも出てるので、まあ、不便になったといえば不便だけど、まあ、より快適に探索もできるようになったといえば、その通りでもある。画質悪っ。いつのビデオか。さあ、残すところは、ゴーストライティングか氷点下かドッツプロジェクターなんだけど、どうですか？なんもない。あ、ゼロ度。氷点下で。0度いきそう。0度ってどうなんだ。0度いった、0度いった、0度いった。どう？これマイナスになるわ。あ、下がってる。0度以下じゃん。ああ、氷点下だ。マジですか？下がってるね。ついん。こういうのって大体なんか傾向で見ないとダメなんだけど、まあおそらく0度以下でしょう。おそらく氷点下いってるので、事実確定ということで、無事我々の勝利でいいんじゃないですか。タスクチャレンジでもしますか？するわけないだろ。おっ、来たー。ツインズ来たー。あ、カメラアンロックしてきたー。これでまたお金が稼げる。昔のね、ゴーストライティングが真ん中に来て、こっちティア1。で、ティア3になるとこれくっそかっこいいんだよな、見た目。重厚感あって、オカルトっぽい。前使ってたスピリットボックス。これが今、ティア1、ティア2、ティア3。ティア3ごっつ。あと黒潮だったり、潮もなんかより強いのが出てたり、まあ、一概に全部ティア2になったってわけでもないらしい。まあ、いまいちよくカメラかっこよ。え、なにこれ？サウンドセンサーみたいなやつだっけ？カメラでかっ。かっけー。ティア3のアイテムかっこいいな。あ、てかヘッドマウントカメラもなんかあるんだ、種類。いらないだろう。いるのか。これ？キャンドルのティア3。ランタンみたいになるの？まあ、まだレベルがね、圧倒的に足りないので。セミプロ行く？いいよ。セミプロぐらいだったらいけんじゃない？でも普通にプロもいけると思うぜ。マジ？じゃあプロにしよう。まあ、仮にも、ファスモフォビア、うまいと言っていいのかわかんないけど、ホラゲーにそれなりに耐性ある人集まってるんで、ニート分なら。あ、じゃあ EMF を1個減らそう。ちょっと行ってみますか。ほら、プロ行きますわーよ。減らそう。EMF どれだ？この髪型いいよな。てか編み込んでる髪の毛が好きかもしれない。いくよーん。はーい。ガーン。あ、カメラ2個になってる。ラーバーの説明随時教えてね。ラーバーの説明？あ、ラーバー 0% だから。それはちょっと僕の管轄外なので、なんとか身振りでやり取りしてもらって、俺それを旗で見てる。いつもロード遅いですね、トーマスさん。そうなんですよね。あ、ロからは猶予もなくなって、ブレーカーも落ちてる状態でスタート。間違ったよし、まずはブレーカーをつけまして、このマップのブレーカーは地下かガレージ確定なので、マップのモニターあるなら最初に確認してから行けよって話なんですが、あ、カメラをお持ちの方、カメラをお持ちの方、キッチンに骨です。パシャ。このように写真を撮ると、ああ、カジャカジャ、お金が追加でもらえるので、なんか覗けないんだけど、余計な写真が2枚あると思ったらそういうことか。鏡見るか、めんどいし。鏡見まーす。地下。地下中。地下地下。え？あ？え？地下？え、ね、ガレージじゃない？ガレージだと思うけど今の。え？聞こえてないよ俺。ガレージだって。ガレージ、車らと、あ、ごめん、あっちかじゃない。これ見ていい？ごめん、ガレージだわ。全然嘘ついた。ガレージです。余裕で嘘ついた、はい、当たり前の顔で嘘ついたわ。これ聞こえてる？声。あ、今聞こえてるよ。あ、うるさいな。うるさいな。3だな。スピボやるんで離れてもろて。EMF もお願いします。氷点下、氷点下、氷点下じゃね？氷点下。はい。氷点下です。出てけ。デズサーマンアピールしてください。か鏡やった俺がやっちゃダメよな普通に。反応する範囲がクソほど狭いらしいから反応しないなぁ。持ってくんやー。めっちゃレトロ。持ってきたよー。はい、1個1個。あとトーマスさんの産地 25% です。でも産地ゴリゴリ下がってそう。あー、オーブ飛んでるな。オーブ飛んでます。待って、すごい。待って、どっちからですか？変な生き物した。こっち向きか？こっち向きか。これ僕のゲットブリンドル。ほら飛んでるじゃないですか。今飛んでるじゃないですか。ですよね。この人オーブ見えてないんですよ。この人オーブ見えてないんですよ。この人。ほら、あるじゃないですか。あるじゃないですか、オーブ。あ、これハントじゃね？ああ。多分今、アーケンさんに声聞こえてないっすよ。めっちゃぶっこかった。めっちゃびっくりした。おめでとうございます。めっちゃ足速かったんだけど。めっちゃ足速かった。足速かった。なんかバタ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 って言ったんだけど。あ、待った。最悪だ。何も見えねえし。死んじゃった。あら。どうも。死にました。でもさ、逃げ場なかったんだよな、普通に。あ、アーケも死んでるわ。ブルーライトって、まだ残ってんのかな。あるわ。これ、トーマス下げすぎだな。あ、また、ハントだし。あ、これ、ラバさん死にますね。足早っ。早いよね。陣じゃないのやっぱ。お、もう無理やろこれ。入った瞬間ハントなんじゃないの。さあラボくんは逃げ切れた？できてるよ。ライティング書いてるかどうかだけでも言ってほしいかも。任してください。任してください。余裕があったらしい。外線とスピリットボックスもやってライティングない。あ、カメラ倒れてんのかなさそう。スピボこれどこだ。スピリットボックスってどこに落ちてるか分かりますか。存じ上げないです。どうぞ。終わったろこれ。来るな。犠牲は一人でいい。終わりではこれ。生きてる？死んだ？生きてるやん。生きてるよ。足速くない？分からん。正直視認してないから分かんないのと、スピボがないので測定不能です。視認ない状態で寒いところで足速くなってんならハントゥー。あ、これハントゥーだ。クソ速いね。さあラバさん気づけるか。これハントゥーだって言ってるけど、うん、トーマスは気づいてる。いやでも無理だなこれ。何これ。おっ、ってくんのこれ。ラバさん、1回目のハントの時点で足が速いって気づきますよ。運動は幽霊の火を消す。腹合わせてら。まあ視認してないからわかんないの情報で見るなら、まあハントゥーじゃない。閉めまーす。ハントゥーだと紫外線か。まあまあまあ当たってるといいな。あ、ハントゥーだ。合ってた。合ってました。明けさんの1回目ので僕たちは誰も犠牲を取らさずに済んだらしいっすよ。なんで？明けさんがクソ足速いって言ってたんで。あ、言ってた言ってた。聞いてたよ。じゃあそれでもう大丈夫だったはずっぽいんですよ。いや、カエルがなんでいつどのタイミングで突っ込んで死んだか俺分かんないんだよね。明けさんの無事を見に行ったらまたハントが来て。あ、そうそうそう。1回目のハントと2回目のハントのなんか時間間隔マジで。あけさんが死んだかなと思って見に行って無事だからよし帰るかってなったらさあモーションセンサーとお金が1500円ぐらいもらいました。ありがとうございます。1100円か。俺もなんか書くか。なんか欲しいのありますか。でもなんか基本的なことはあんま変わってないからおもろいね。お金あるんで何でも買いますよ僕は。よろしいんじゃございませんかと。かわいい。いこうか。これを最終戦としよう。何の驚きもなく淡々と進んでる気がするが、また労働遅いって怒られるのかな。残してゆっくりしてよ。まあ皆さんもね、もし超常現象のね、調査を行う際には、くれぐれも、現実じゃ起こり得ないね。味方の音量ね、ゼロにしたり。生きてるかなーって確認しに行って死ぬことなんて、ないようにお気をつけください。あ、やっときた。じゃあないの。いくぞ。いくぞー。あ、そういえばブレーカー落ちてんのか。わ魔法陣なーい。すげえ勢いきだから。オッケー。リザピッミー。はいこんにちは。こんにちは。どこで帰ってきた。ここらへん。でもなんか割とほら赤く幽霊マークが赤く光るからな。あ、待って、ラーバの後頭部しか取れてないかもしれないだよね。でも取れてる。グッとごめん。あ、弓反のあるここ。4点いくつとかかな。ここかな。あれ、あー、割られたのかな。ジェシカメア、あ、指紋ありでーす。ここ。ここ、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 外、外、外、ほら。指紋、指紋、ファントム、ポルターガイスト、ミミック。どこの部屋がゴースト部屋？じゃあ下がり始めてるね。15度。氷点下は絶対ないはず。氷点下絶対ない。スピボーとドッツがあるなら。ドッツじゃないよ。紫外線で。指紋だから。あ、ドッツじゃない。紫外線か。ごめんごめん。じゃああるわ。え、スピボーと紫外線だよね。うん。カントのかポルターガイストかミミック。じゃあ EMF が絶対ないわけだ。オーブもない。どっちね。これカメラってここどこどっちなの？幽霊出たのキッチンだけど。いやそうなの。幽霊出たのキッチン。でも扉の指紋もこっち側についてるから。あ、ここ反応あるよ。うん、こっち側じゃない？アピールプリーズ。アピールしてください。どっちってと言ってみる？ジェシカメアスアピールしてください。ジェシカメアスアピールしてください。アピールプリーズ。ジェシカメアスジェシカメアアピールプリーズ。言うほど触んないな。こっちの方が寒いまである。この辺か。カメラ持ってる人誰？そのビデオあるよ。ここ置いてある。それさ、なんだっけ、ゴーストーブとかある？ゴーストーブはないはず、絶対。ミミックだとゴーストーブ発生するんじゃなかったっけ？あれ、そうだっけ？見てたけど、映ってはいない。ただ、なんか3つ出るはずだから、4つか、4つ出るはずだから、あれが証拠は。じゃあ、定期的に見るか。いやー、これで消えたからファントム臭いんだよな。でも写真撮って消えるってことは。ほー、あ、撮れてないやないかい。ファントム臭さもあるんだよな。ファントム臭さもありつつ、あ、ドッツあったじゃん今。え、今ヒューって右行ってたけどファントムか。やっぱ結構くっきり映ってた。アーケンさんかと思った。違います。映ってましたよね、ラボさん。今映ってましたよ。ゲームは反応ある。一瞬で消えるな。あってもあれですね、5じゃない。これやかん投げてたと思う。そうなんですね。 4.5 までは行きましたけど。こんな感じで映るんだ。照らしてる範囲で走ってるのが見えたってこと？そう、なんかね、人型がフーっていってましたよね。走ってた。じゃあ帰るか。はい、証拠揃ってますけど、どうしますか？ミッションしますか？ミッションでもしますか？もうなくね。25% 下げるぐらいですよ。どうぞ。いや、いいですよ、めんどくさい。ああ、いたわ。行こうか、行こうか。俺、お金欲しいから行くぞ。トマス、じゃあ、出るの見てみたら、ここ。物落としたな、どっか。関係ねえや、これじゃない。これか。関係ない。あ、本当だ、こういう感じか。あ、めっちゃ映った。なるほど、見えた。今出た。めちゃめちゃ映ったな。めっちゃ映った今。結構くっきり映るよね。ね、持ってる側だと見えないのかな。え、どうなんだ。アピールしてください。あ、やっぱそうだね。ファントム写真撮って消えてるから。そうだね。ファントムってわかるね、これ結構。ああなたかい、リモコン押してんの。あ、僕ですんやー。これいいですね、あれ。そういいですね。遠隔でできるからね、これ。あ、ハントですよ。ハントですよ、これ。ハントですよ、これ。近いったな。カメラ置いてないのか。誰も置いてないんですよね、カメラ。あ、25%。平均なんで、でも。あ、正気度25いったんじゃないですか。平均なんで。あ、平均かよ。怖っ。あ、普通に電球割られた。怖っ。生き残ってますか。みんな生きてる。終わったよー。わあ、めっちゃ死んだかと思った。平均36。あとちょっと下げるか。カル君下げに行くじゃん、俺ら。下げるか。そして誰一人として帰ってくることはなかったという。あれです、声とか入ってるからやばい、普通にバレますよ。あ、やっしゃべっちゃダメ、しゃべっちゃダメでしょ。なんで俺え、死にもらってた？なんで俺なんで最悪だ、もう終わってるマジで。目の前でトーマスさん、ここトーマスさんさ、これさ、トーマスさんに言わないでおいたらさ、多分ここから一生動かないよ、このピンクピン。あれピンクピン、あれトーマス死んでない？あ、トーマスが死んでるからマジで。そうだよ。これ、アーケさんに知らせなかったら、これ多分永遠とこう動けませんよ、これ。ここ。おもろすぎるでしょ。あれ、我先にと出てったら、トーマスがヘイト買ってましたね。死んじゃった。おめでとうございます。死んじゃった。あれ？トーマス君ってさ、なんか逃げてなかったっけ？はい、我先にとロッカーから飛び出してったら、目の前で、バクリと。ああ。まあ、ファントムってことで。トーマス君ひどくてさ、僕のこと見捨てたんだよね。散々な言われようだ。ああ、だるすぎ。トーマス君さ、僕のこと見捨ててさ、見捨ててない。ロッカーの扉閉めたよね。見捨ててないよ。許しません。あけさん、ロッカーの中いなかった？いや、じゃあロッカー、だからトーマス君に目の前で閉められて、あってなって、別の部屋に逃げた。あ、なんで俺に来たんだ？え、開けて我先に一番最初に出てたからじゃないの？あ、開いて噛まれたエフェクト出たから俺出てったんだけど。噛まれたのはあなただったってこと？そう。たま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 じゃない。たまたまか。あん中で噛まれたーって思いながら出てたもん。扉で遊んでたから逃げ道なかったな。ということでね、無事調査員が死亡したということで。あー、行きたかった。まあ、レベル上げてね、ティア上げて、アイテム解放してって、難しいミッション難易度やれるようになったら、またやりましょう。ということで、本日のファスモフォビア部はここで、一旦解散となります。お疲れ様です。知事。お疲れ様です。知事。知事。お疲れ様でした。しっとりしてた。